そう、本来生き残れる人、そうよ、変化できる人、変化できる人だと思っていて、特に今、変化が激しい時代なので、本当そうですよね。で、学校の環境って変化が全然ないじゃないですか、ずっと同じことやってる基本、ある意味すごいなと思っていて、そう、大学とかで教えてる、その大学ですら、日本、うん、日本の最高の教育機関であるべき大学ですら、うん、まあ、まだまだ昔のやり方やってるだけでしょ、変わってないわけですよ、うん、こんだけ IT 化とか進んでて、うん、IoT だ、5G だ、うん、AI だって言われてる時代に、うん、同じことをやってたら、しかもね、その講義ノートとかも何十年も使ってるおじいさんみたいな先生がまた同じようなこと言ってたりとかね、今、ね、プレゼンだってパワポじゃなくてパワポって感じですよね、キーノート使えよみたいな、ね、ダサいプレゼンじゃなくて、今なんかそのシンプルな画面出しながらのパブリックキーノートってさ、アップルでしか使えないんじゃない？そうですね、で、はい、まあ、僕は苦手なんで、次もパブリックスピーキングっていうんですか、発言は下手くそですけど、いやいやいやあの、まあ、そういう手法とかも別にまあ習わないと、でもテッドとか見れば上質なプレゼンテーションを見れるんですけど、本当本当、そこはじゃあちょっとあっちってくれる、すごいうるさいあっちって本当に音がうるさいから、あっち行って本当にあそこに座って、イヤホンいる、いいよあっちに座って、本当にそう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 、だからそういう、だから小学校とか特にもう本当に昭和の前期、その昭和一桁台みたいな世界をすごい背負ってやってるでしょ、なんかまだそうなんですよね、もうなんか全体止まれてから、全体の体って体軍隊の体って知ってました、そうなんですね、全体って体じゃないんですね、違う、軍隊止まれて、うん、いつの時代ですね、そうそうそう、まだやってんすか、運動会で全体止まれてない、僕の小学校の頃もそうだったから、それは変わってないか、あんまり、そうそう、ランドセルとかもね、軍隊のあれだったらしいし、うん、基本その流れをすごく濃厚に組んだところで、で今こんな風にね、子供は、あ、これも使えない、イヤホン、イヤホン貸そうか、使えない、これ、あ、これかな、これ、あ、使える、イヤホン貸すよ、はい、そうなんですね、未だにそう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 、いやだからもう子供たちが本当みんな悲鳴を上げていて、あの息苦しい時代とのギャップがすごすぎますよね、そういうことですね、 YouTube を見たら、うん、例えばこの YouTube やってる子供たちなんてある意味自由な世界を作ってるわけじゃないですか、そう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 、でも見るじゃないですか、なんか他の国なのかなって感じしますよね、そうなんです、うん、本当だからこの子たちと遊びたくてしょうがないんですよ、ね、だからみんなこっちに憧れるわけじゃないですか、そう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 、この子たちはある意味、まあ、学校通わなくてもうやっていけるんじゃないかって、そうそうそう、もう新しい世界作っちゃってて、それをまた表現してそこで大丈夫、結構強い、すごいうるさいんだけど、本当あっち行ってくれない、すっごいうるさい、ちょっと小さくしたい、耳がそう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 、だから逆に私はこういうのを教えてくれる人がすごく必要だと思うんですよ、なるほど、客コンサルしてるんですけど、うん、まあ、僕はまあやろうかなとは思ってたんですけど、うん、とはいっても結構難しいところもあるな、例えば、理解がある人はいいんですけども、親でしょ、まだ親だと思うんですよ、結局親だと思うんですよ、うん、子供が興味あったとしても通わせるかどうか、だからそのだからもう分からない親はそこを巻き込むのめんどくさいから、そこはほっといて分かる人たちだけのネットワークに行きましょうみたいな、そうですね、ちょっとできれば伊勢さんみたいな方々からまずテスト的に少しずつ大きくしていって、うん、でそこから例えば福岡市からの、うん、例えばアクロスでやってますとかってなった瞬間に、うやうやっとなってきて、で子供がでもなんか YouTuber になりたいとか言ってくから、まず現実知らせようみたいなお客さん、お父さんだとお母さんいると思うんですよ、現実を知ってほしいとかって言って、まあ、でもそれでちゃんと、もうでも現実とかこれを商売としてやるとかいう前以前の段階で、例えば公園とか、その例えばすごい大自然みたいなところに行って、自由に自分でテーマを決めて今日の楽しいことを考えて、そこで10分間の動画を作ろうみたいなのもよくない？それで切り取って、もう石を見つけたこんな形だよとか、こんな棒でこうやったらこんな遊び楽しいよみたいなのをできるんですよね。それさ、例えば10人来たら、その10人が全然違う世界をきっと見てるはず、同じちっちゃな自然の中でも、うん、そういうのを例えばそのキャッチを何にするかとか、それこそそのサムネイルをどういうのを作ってみるかとか、共感をどういうふうにつけてみるかとかで、そういうことが多分みんなやりたいんだと思う。そうなんですね、自己表現は特にこの時代は自己表現しやすくなってる時代じゃないですか、そう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 、昔に比べるやつよ、うん、iPhone が何だって、しかもカメ動画が、うん、昔だってこんなカメラ構えないといけなかったのが、むしろ動画なんて大変だったのが、今これでパッパって撮れちゃうわけですから、そうですよ、それ考えた時にそういう場所とか、うん、なんか常識は変わっているわけですからね、そうだか
それでどんだけ自分のなんか思ってることを発信できるか、そういった絵日記、昔の絵日記とか、本当それが例えば夏休みの日記とかそれで集めて、みんなで上映会とかやったらめちゃくちゃ楽しくないですか。ね、今だったらビログになりますからね。もう夏休み絵日記じゃなくて、今で僕がもう小学校好きにプロデュースしていいんだったら、まずビログになるでしょう。もちろん絵も OK だし、絵だったらちゃんとしっかりと自分で絵が好きな人がね、で動画が好きなやつはビログにしろと、で音声が好きなやつは音声発信しろと、で文字が好きなやつはブログにしろと。いや本当そういう学校が必要だと思いますよ。もう苦手だったらシャメでいい、インスタ日記でいいとかね。でも何かしら発信っていうか表現する術は持っていた方がいいので、そう得意なものを選べばいいと思うんですよ。何でもよくて、っていうのは全然ありだなと思いますけどね。そういやそういう学校いつかなんかやりましょうよとか言って、なんかやる人とかとくっつけますよ。それはまあぜひともやりたいな。やりたいですね。特に企業からちゃんとお金を引っ張ってきて、そうですね、法人に、ちゃんと協賛つけて、そうそうです、その機材とか編集のソフトとかそういうのに例えば名前つけたり、こういう部屋になんとかなんとかって、そういう会社の専門学校とか、学校法人の方だったりとか、あとはそういう機材系の会社とか、CSR 活動の一環としてやりませんかっていうお金引っ張るのは多分全然できるでしょうし、小学生版あってもいいし、中学生、高校生、みんなあっていいと思う。そうなんですね、高校生とかになるとかなり実践度上げて、もう本当マーケティングから全部教えてるんで素晴らしい。それでもう本当実際にお客さん取ってみましょうって、こういう子供たちから安くやってもらったらすごい助かる、ね、1本例えば1000円でもいいじゃない、5500円でも。僕編集の、その俺がここが仲介というか別にマージン取らずに、彼らにまずはお金を得る体験とかをしてもらうっていうのはすごくいい体験だと思って、それビジネスになると思う。そのリストをアップしてちゃんとどういうことに興味がある、その高校生でも自分は例えば虫に興味あるとか何でもいいけど、鉄道系に興味あると子供のおもちゃに興味、何でもいいけど、そういう自分の好きな表現するっていうのはとか、プロファイルとしてそれで、あだったらこの人だったらこういうの好きかもしれないみたいな、マッチング、子供たちの動画とマッチングしたりとか。そうなんですね、考え方を、そのやっぱ作品を作りたい子はいるけど、実は それをお金にするとか、ここまで意識してる子はやっぱ少ないんですよ。どうしても自己本位になっていて、で自分本位とこれがマッチしたところを探せれば一番強いっていうこれってね、自分本位って見てる人ですね。見てる人ですね。そう、こと、こことここなんですよ、相反するステージにあるんですけど、ここがいかに、ここはもう、まあこれ何でも言えるけどね、商品開発もそうだし、出版でもそうだし、基本じゃないですか。でクリエイターって言ってる以上は、作るってことは、作って終わりじゃないんですよ。そう、自己満足っていうか、自己満足で、ずっともう山にこもって、なんか作っていけばいいだけなんで、YouTube にアップロードする必要性はないんですけども、ここの人に対して届けたときに、このクリエイターの作った動画が価値を生むわけなので、いかにこの人で届いて、かつこの人が良かった、まあいろいろ感情が動くっていうのが一つポイントかなと思うので、でそれを考えれば自然とおのずと行動は出てくるはずで、そう、あと多分人のものを、編集で多分やりやすいと思うんですよ。自分の感情があまり入ってないから、ここ面白くないとか簡単に切れるけど、カットができるんで、そう、自分のってなんかここもなんか結構楽しかったしとか、だから主観が入りすぎて、そうそう、いらないとこ行ってで間延びして面白くない動画ができる、そうそうそう、だから結構人のやる訓練って実は大事かもしれない。そう、人の撮ってカットしてあげるとかはすごくいいのかなと思いますし、まあちょっと。そうだな、この、もっとこんなんかいいかも、子供に教えられるってことは、逆言えば大人には楽勝なので、逆なんですけどね、子供に教える方が難しいんで、そう、僕だから、大人向けとか、そういう、まあ、大人向けやってるんですけども、YouTube のスタート講座っていうのを、どこでやってるんですか、ちょっといつか行きたいです、山川さんが主催してくれてまして、本当に、なので、山川さんに聞いてみてください、一番24と28日っていうところで、やっぱママさん向けに、一応10時から14時で撮っていて、すごいです、結構長いですね。全然短いです、僕はだってワンデー講座でやることを4時間でしてくれてたけど、結構シビアで、事前課題めっちゃ投げないといけないっていう、なるほどね、YouTube 始めたい人向けに、まずはチャンネル立ち上げるために例えばこういう話とかして、あと目的とかをまず僕が動画とかも撮っておいてください。あ、ちょっと動画撮ってきます、今度やるときは。で私あんまりいないので参加できないんですよね、だからそういうのも多分
一箇所でやるっていうより動画とかで配信して、そこでまたいろんな相乗効果を生んで、いろんなまた流れになる方がいいですか。そうなんですよね。まあ、うん、福岡にあえてこだわってるのは、別に全国回ればたくさんいるからなんですよ。別に YouTube のコンサルだ、YouTube できる人っていうのは山のようにいるんですけども、僕はあえて福岡に絞ってる理由があって、そのリアルで会ってお話しすることに僕は、まあ、僕自身が一番好きなんで、まあ、YouTube やってるくせに別に遠くの人に届くことにあまり興味がなくて、目の前にいる人にすごく興味があるんで、そのリアル部分にこだわってるんですよ。会えることに。いや私すごいいい人に会ったと思って、本当にこう私にこういう学校してほしいってずっと思ってたから。そうなんですね。いや本当に、はい、ありがとうございます。いや子供たちが本当に欲してると思うから、ぜひぜひなんかちょっと何かそうですね、形にはしたいなと思います。なんかこれはそのつもりがずっとあって。本当ですか。塾やってる、僕塾、進学塾のたまたま、まあ僕セミナー講師もやってたから、たまたまその時仕事のつなぎでどうしようもなくて、塾のところ人手足りないって話がちょっと来たから。なんかさ、実験的にちょっと、なんていうの、私ちょっと半年ぐらいいない可能性があるんですけど、また立ち上げてみませんか、はい、例えば私が10人ぐらい集まって、全然いいっすよ、ちょっとワークショップ的に。あ、全然いいっす、それはもう、やりましょう。子供向けだったら全く問題ない。大人はがっつりとお金取りますけど、子供向けのやつだったら、その企業と協賛することをちょっと目標にしてやってみましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。今日はすごい私が勉強になりました。そう、良かったです。なんかこういうこの子との間のことを分けて考えることができたので、はい、そうですね、やっぱりできるだけ主体性を持ってさせてあげるのが僕は一番、いいのかなと思っていて、あんまりそう、まあ、頼りたいとは思うんですけどね。一緒にやりたいっていうのももしかしたら、まあ、だから時々はいいけど、いつもあんな風にはやってられないなって。もっとコアな部分を詰めた方がいいのかな。2人で何かもっと本当に楽しめる、もしかしたらその、まあ、本人がいる前で言うんですけど、石井さんと何かをしたいだけかもしれませんし、YouTube じゃなくて、わかんないです、 YouTube を発信したいじゃなくて、だって YouTube 一人でも撮ってるっていうのに、そこをタッグでやりたいっていう。いや、なんか掛け合いとかをしたいみたいですけどね。ですね。喋りやすいし、やっぱり。まあまあ、まずはやりたいことをやっていくのが一番かなと思います。ありがとうございます。はい、助かりました。